はい、お茶。その梨、美味しくないでしょう。え、ちょっとこれ水気が少ないや。なんでわかんの？食べてる音でわかるのよ。あ、うそ。どうしたの？何か来たね。宅配便か？そう？聞こえる？聞こえない。お荷物です。ほら、やっぱりそうだ。すごいね。なんでわかったんだろう。いわゆる地獄耳ってやつかな。ハンコ、ハンコ、ハンコ、ハンコと、あったー。はいはい、ご苦労様。ピザ早く来ないかな。腹減った。お、来たー。ミカ、その音は新聞屋さんでしょ。本当だ。はあ、音聞けば大体わかるよ。はあ、来たよ、ピザ。嘘、何も聞こえないよ。来た来た、本当だ。だから来たって言ったじゃない。どうしてわかったの？私全然わかんなかった。全然違うでしょ、バイクの音が。そう？ピザ屋さんのバイクはビリ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 。新聞屋さんはバル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 。ピザお届けに上がりました。ハンコ、ハンコ。ピザにハンコいらないよ。ハンコ、ハンコ、ハンコ。財布、財布、財布、財布。お母さんって地獄耳だね。っていうか動物並みの耳って感じだな。動物並みね、そんな感じ。本当すごいよね、お母さんの耳って。なんでそんなに分かっちゃうんだろう。みかんみたいにね。ぼーっと生きてないからだよ。お母さんはいつもピンと神経を尖らせて判断力を磨きながら生きてるからね。何のバイクかくらいすぐ分かっちゃうの。おだてるんじゃなかった。あら、すいません、すいません。お母さん、急に止まるから後ろの人迷惑そうだったよ。いた？そんな人。すいませんって聞こえなかった？うん、耳いいんじゃなかったっけ。1ヶ月5000円で生活する女。ビールもう一本ないか。おい、おい、おい、お母さん、ほら、ビールだって。お母さん。なに、この音。あ、なんか音する。何かが揺れてる音、ほら。今、え、聞こえないの？この辺だね。あ、もうやめてよ、お父さん気になるから。なんだ、変な音ってお父さんの貧乏ゆすりか。なんでそういうことだけ聞こえるんだ。え、なんで。今ずっとお母さんのこと呼んでたんじゃない。お父さんがビールのおかわりだって。
そうなの？そうなのじゃないよ。はっ、今お風呂場で何かごとって言ったよ。またもごと、何かしらごと、聞き覚えのある音ごと。なんだ、みかんの赤すりが落ちたんだよ。ほら、これこれ、お風呂場のボディブラシのこと。あの吸盤しょっちゅう外れるのよ。まさか。わ、ほんとだ。よくわかったな、すごい。お母さんって何かを絶妙に聞き分けてるよね。都合の悪いことは聞こえんのだ。どうでもいいことだけは絶対聞き逃さない。まあいい耳だってことで。さあご飯ご飯。情熱の赤いバラ。あたしんち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 。情熱の赤いバラ。そして。